ゲームスタート。うん、誰やねん、あいつ。あれか。ヤンキーやん。全くふざけた話だぜ。新藤さん、ムッとしていた。荒井さんはそのまま部屋出て行ってきり戻ってくる様子もない。彼は一体なんであんなことを言ったんだろうが。僕たちのうち誰か一人が人形の原因になるなんて、冗談にも程がある。帰らせてもらうぜ。新藤さんはさっさと荷物をまとめ、部屋を出て行ってしまった。僕にはそれを止める権利はない。見ると誰も帰りたそうな雰囲気だった。そして7人目が来る気配もない。もっとも、もし今頃7人目が来たとしても、とても話を続ける雰囲気ではないけれど。どうする？このままもう終わりにした方がいいのだろうが。2?1? どっちなんやろな、これ。どっちなんやろな。1K。なんかあるんかな、終わりにしたら。どうなるな。こっちはどっちがいいと思う？ 1 で。やはり終わりにした方がいいだろう。もうここに残っている意味がないのだから。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。僕は残っている人々に一礼し、それを締めの言葉とした。みんなが帰った後、僕は最後に戸締まりをし、鍵をかけた。こっち行かんやな。一緒に帰れよ。僕は、大して人形の話を気に留めたわけでもなかった。やばいな、こいつ。やばい。怖い話にはよくあることだ。こっちゃんこれ聞いたらどうする？すぐ帰っとる、一緒に。一緒に帰っとるやろ、絶対。こっちゃんなら。こっちゃん無理や、やっぱり。一瞬で帰っとんじゃん。先に帰っと。飛んで帰っと。うん。あえて最後にその場にいる人間に不快感を与える話は聞いたことがある。例えば声を押し殺して静かに話を進めていって一番盛り上がるところで大声を上げて驚かせる話、この話を聞いた者に不幸が訪れると言って終わる話、そういったものの類に決まっている。でもそんなことを考えるということは逆に僕は気にしているということになるのだろうか。ブストのドアに鍵がかかっていることを確認して帰ろうとした。その時、ヒョ君、え後ろで誰かの呼ぶ声がした。人形家7人目が悲しそうに震える女性の声だ。誰？僕の足は恐怖で震えた。振り向くべきなのか。俺やったら、ほんまの俺やったら振り向かずにもう速攻ダッシュするやろな、今から。こっちはどっちだ？俺一応見るかな。見るよ、こっちは。見る？うん。僕は、肩越しにゆっくり振り向いてみた。誰やねん、お前かよ。なんだ、ふざさんか。ゆきちさんか。ゆきちふざけんなよ、ほんま。そこには困ったような顔をして、たたずむ福沢さんがいた。なんだ、同じでしょ。せっかく一緒に帰ろうと思って待ってたのに。僕の気の抜けた声を聞いて、彼女はちょっと頬を膨らませ、口を尖らせた。全然可愛くないわ。恋愛ドラマになってました、俺。やばい。ごめんごめん。福沢さんとの恋愛ドラマよ。そういう意味じゃなくて、ちょっと勘違いしただけさ。なんと。なんとって。さっきの話気にしてるんでしょ。彼女はいたずらっ子のように笑ってみせた。そういう福田さんは、福田さんこそ一人帰るのが怖くて僕のこと待ってたんじゃないの。僕もお返しに笑ってみせた。実はそう。せっかくこうして知り合ったんだからさ、一緒に帰ろうよ。どうする？どうするこした？これで一緒に帰らんかった。かわいそう。一緒に帰る。一緒に帰る。ああ、そうだね。よかった。彼女は嬉しそうに僕に近づいてきた。二人肩を並べて誰もいなくなった新校舎の廊下を歩く。もう8時過ぎなんだね。福沢さんがそばの教室を覗き込み、壁にかかった時計を見て驚いた。そうか、もうそんな時間になっていたのか。僕が部室に来た時には、今にも雨が降りそうな天気だったけれど、どうやら持ち越されたようだ。随分遅くまでいたんだな。そうだね。それきり話が進まなかった。僕は何を話していいのか分からず、会話を探していた。上がれそうな福沢さんなら何か話題を見つけてくれるんじゃないかという期待をかけたんだけれど、それはちょっと虫の願いだったのかもしれない。それにしても福沢さんがいて僕自身助かった。あれだけ怖い話を聞かされた後で一人学校から帰る勇気は僕にはちょっと足りないと思う。自然と足早になり、普段より長く感じる廊下を歩いていく。廊下に響く足音しか音が聞こえていない、来ないため、それがやけに大きく聞こえ、まるで何人もが後ろからついてきているような錯覚さえする。すべては荒井さんに植え付けられて恐怖心によるものだろうか。おや？なんだろう？誰がおるぞ。ほんまおる。廊下の向こうに人影が見える。なんだかこっちに向かって、おいでおいでをしているように見えるけれど。どうする？向こうに行かない方がいいんじゃないのか？このまますぐ進む。後戻りして別の道を行く。こしゃ。俺やったら2番やわ。もう絶対嫌やわ。俺は1番やな。どっちや？進もうか。いいや、このまますぐ行ってしまえ。あの人影も気のせいさ。僕と福田さんはそのまますぐ歩く。
すると、その人影はふっと曲がり角に姿を消した。え？姿を消したんじゃない。あれは幻影なんだ。よかった。やっぱり僕の気のせいだ。そして、最後の曲がり角を曲がる。え？人形や。人形。え？何よ、これ。人形や。その曲がり角の旗には、さっきの人影が張り付いていた。そして、福沢さんを挟むようにして僕を見ている。それは、非常灯の緑の明かりにほんのり照らされていた。僕は視界の中にそいつが入らないように、早足で歩いた。福沢君って歩くの早いんだね。福沢さんが言う。僕はその問いかけには答えず足を進めた。そいつはじっと僕の後ろ姿を見つめているらしい。どうやら僕の後ろにはついてこないようだ。こんな時刻なので、さすがに正当な入り口は通されている。従って通用門を通ることになるわけだ。廊下の奥に非常灯のついた通用口が見える。やっと出口だ。僕はほっとして呟いた。福沢さんはそんな僕を見て笑っている。ちょっと待てよ。あの音は。確かに何かが聞こえる。僕は後ろを振り返った。窓の外から街灯の明かりが淡く差し込んでいる。途切れ途切れに何かが見えた。なんか、え？お前何あれ？何あれ？どれ？え？人影？向こうから人影がこちらに向かってやってくる。え？え？ひょうくん。ひょうくん。福沢さんの声で僕はハッと我に返った。福沢さんが僕の肩を揺すっている。どうしたの？汗びっしょりだよ。そして心配そうに僕の顔を覗く。どんな覗き込み方やねん、これ。いながら抱きくぐらいこの顔せんやろ。見ると、そいつはもういなかった。僕のシャツは水に浸したようにぐっしょりと濡れていた。やばいな。息がとても荒かった。相当辛いガム感動ってやろな、こいつ。うん、ねえ、大丈夫？少し座ったら、改めて福沢さんは声かけてくれた。もう福沢さんが怪しいんかな。怪しすぎやろ、こいつ。こいつ怪しいんかな、やっぱり。もう大丈夫。こいつがあれだから、もしかして。さあ、行こう。もしかしたら。言葉ではそういったものの、あの、得体の知れない人影が僕の脳裏に焼き付いて離れた。確かに今思えばやで、うん。このパッケージの最初のところって女の人やったからな。あの影。覚えとる、こっちゃん。あー。そうなの。うん。あ、そういうことね。そう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 。果たして福沢さんはあれを見たのだろうか。だよね、それ。どうしよう。聞いてみようか。いや、聞かない方がいいんじゃないか。どっち、どうする？どうする？尋ねるんじゃない、こんなんも。もし福沢さんもあれを見ていたら、あれは幻覚じゃない。本当に誰かがいたことになる。僕は思い切って話を切り出した。福沢さん、今さ、廊下の向こうの方に誰かいなかった？福沢さんは一瞬目を大きく開いた後、今度は目を細めて僕を疑わせそうに見た。彼女何も見ていない。僕はすぐに言い直した。いや、僕は別に何も見てないんだけどさ。あれで怖い話してたろ。だからなんだか疲れちゃって。本当に大丈夫？福沢さんは僕をモルモットを見るような目で見ている。どんな目やねん。どんな目だよ。これ以上この話には触れない方が良さそうだ。帰ろうよ。こんなところ先生に見つかったら、どんなに怒られるかわからないよ。そうね、早く行こう。僕たちは何かから逃げるようにして学校後にした。こいつ何やかんやな、俺もなんかここに。うん。もっと早く抜けるやん、話やん。うん。やはりあれは錯覚だったんだ。僕は自分を納得させるため、何度もそう自分に言い聞かせた。あの得体の知れないものは、一瞬しか見ていないのだし、本当に疲れていたから、意もしないものを見てしまったんだ。しかしそれが間違いであることはすぐに思い知らされた。え？え？これが恐怖の始まりだったのである。マジで？来た！もう新しい。次の日僕は、日野先輩に呼ばれた。お、翌日になるんや、これ。いきなり。持ち越すねん、誰なん、こいつが。知らん。もぐらみなのかもしれん。今度はまさひこみたいなかもしれん。日野のことを報告しなければならない。日野まさひこ。マチケ。もぐらやん、これも。ドリモゲモみたいな顔してん。放課後部室に行くと、日野先輩が待っていた。よう聞こう。日野ご苦労さん。どうだった？何について話そうか。どれでもいいんじゃんも。こいつがさ、新聞部で依頼されとったんか。ああ。これでいいか、2番でいいか。はい。とりあえず問題なかったんですけど、実は7人目の方が来なかったんですよ。それで、6話分しか話を聞けなかったんですけど、日野さんはしまったと言わんばかりのリアクションの通り、ポンと手を叩いた。そうだった。すっかり話すのを忘れてたけど、あれは俺のミスだ。7人に声かけたつもりだったけど、後で考えたら6人しか声かけてなかったんだよな。後で謝ろうと思ってたんだけど、忘れてたよ。ごめんごめん。でも恐怖が始まるって書いてたもんな。うん。なんていうあっけない結末。いや、これ結構まだ長いんか、これ。もしまさか、日野さんが一人呼ぶのを忘れてたとは。調子抜けして返すこともない。そんな顔するなよ、彦。謝ってるじゃないか。で、他はどうだった？
1。はい。大体うまくいったと思います。それにしてもみんな随分と怖い話を知ってますよね。僕感心しちゃいました。でも、風間さんって何なんですか？何かとんでもなく危ないというか、不思議というか、ちょっと常識では考えられない人ですよね。あっはっは、悪い悪い。ごっつい顔してるね、ほんまに。あんまり怖い話ばかりだと疲れると思ってあいつに頼んだんだよ。日野さんは最初から僕の言葉を予測してたように楽しそうに笑った。どうだったんですか？日野さんも人が悪いですよ。で、他はどうだったの？これからの予定のこと。はい。昨日のことというよりも、これからの予定なんですけど、どうやって進めていこうかと思いまして。やはり文章だけじゃなくて、イラストとか写真とかをふんだんに使って見た目でも面白い記事にした方がいいと思うんですよ。うちの学校でこんなに怖い話があるとは思わなかったですし、きっとみんなも知らないと思うんですよ。僕の提案を日野さんは嬉しそうに聞いていた。そうか、頼もしいこと言ってくれるじゃないか。じゃあ記事の方はお前に任せるよ。好きにやって傑作を作ってくれ。僕は思わぬ大役を任され、ちょっと得意になった。で、他はどうだったの？他にですか？そうですね。僕が考え込んでいると、日野さんは身を乗り出した。でさあ、お前はどの話が一番怖かったんだ？まさか風間のが一番怖かったんじゃないんだろ？まさか、そんなことないですよ。確かに最初聞いているうちは驚きましたけど、話がむちゃくちゃですもん。そうですね、僕が一番怖かったのは、やっぱり荒井さんですかね。私にとってどの話が怖いかというと、意見は分かれると思う。でも僕は荒井さんのあの話し方や雰囲気、そして何よりも最後にとても嫌な気分にさせられたあの話のオチが一番印象に残ったのだ。荒井の話？どんな話だ？めっちゃ怖い顔になったね、いや、日野さんは不思議そうな顔で首をかしげた。日野さんも荒井さんがどんな話をするのか聞いていないらしい、最もどの話をするのかも彼らにお任せだったんだろうけど。僕は荒井さんの話をかいつまんで話聞かせた。ええ、人形の話なんですけれどね。この学校では毎年一人ずつ人形に生贄を差し出していくって言うんですよ。それで今年の生贄を一通り差し出せば人形に生贄を差し出す儀式も終わるっていうものなんですけど。その荒井ってやつは人形の生贄になった、わけだな。日野さんはようやく納得したように一人にうなずいた。え？え？何を言っているんだろう、日野さん。いえ、違いますよ。荒井さんが話してくれたんであって、荒井さんは生贄になんかなりませんよ。もっとも最後に僕たちの誰かが生贄になるって言ってましたから、もしかすると。ちょっと待てよ、荒井って誰だよ。え？え？日野さんが不思議そうな顔で口を挟んだ。え？え？荒井って誰だ？日野さんの一言は僕にはとても理解できないものだった。誰って？日野さんが呼んだんじゃ。俺は荒井なんて呼んでないぜ。え？呼ぼう何も、そんな奴は俺の知り合いにいないしな。お前夢でも見たんじゃないか。そんな、そうだよ。お前夢と現実がごっちゃになってんのさ。俺が呼んだのは風間と進藤、それに言わせたよ、清瀬。清瀬おらんかったな。福沢の6人だ。清瀬おらんぞ。おらん、清瀬。清瀬という名前に聞き覚えはない。そんな人は間違いなくいなかった。清瀬だよ、清瀬。3年含め清瀬直道だよ。行かなかったのか？日野さんもなんだか君の悪そうな顔で僕に聞いてきた。ええ。僕はうなずくしかなかった。そんな人は僕は知らないのだから。まあ、これ最後に選んだやつがこうなることなのな、多分。うん。話。本当に荒井ってやつがいたんだな。ええ。僕はきっぱりとうなずいた。あれは夢ではない。他の人に聞いてもいいくらいだ。そうだ。他の人に確かめてみればいいんだ。僕昨日話を聞いた人たちに確かめてみます。僕はそう言うと日野さんの言葉も聞かずに別途飛び出した。まだみんな残っているだろうが。誰のところに行ってみようか。選べるんや、ここも。風間か細田。清瀬おるやん、これ。え？え？こんな行ってみ意味ないやろ。え？細田くん行こうぜ、細田くん。まあまあ、とりあえず中までどっかこいつ。僕は細田さんを探すことにした。あのクソデブやろ。細田さんの教室に行くと、まだ数人の生徒が残っていた。あの細田さんはいらっしゃいますか？僕は誰と話しに、誰と話に尋ねると、みんな大きな声で笑い始めた。細田？細田なら、トイレじゃねえのか？おー、トイレ、トイレ。あいついつもトイレに行くからよ。トイレの話だ、これ確かに。うん。トイレを探してみな。めっちゃバカにしたよ、こいつら。これ、もしかして、話が全部現実になっていくってこと？え？え？あいつら話しとったやんか。確かにな。あの話が、今、俺の身に全部振りかかってるってことなんじゃん、もしかして。マジで？なんだ？このパターンないか、さすがに。細田さんってそんなにトイレが好きなのか？え？このパターンもしかして。仕方ない、トイレを探してみるか。どんな話だ？お前、出てくるの早いな。教室から出ようとした振り向きざま、僕は細田さんの巨体にぶつかった。でかすぎやろ。細田さんはハンカチで手を拭きながらニコニコ笑っていた。どうやらトイレで用を済ませてきたらしい。いや、被告じゃないか。嬉しいなぁ、僕を訪ねてきてくれたの。僕たち親友だね。そういう僕の方を抱きしめた。なんでやねん。あの、細田さん。それよりも大事な話があるんです。荒井さんの人形の話覚えてますか？
そんなんやん。それとホストさんは僕の話途端に気味悪そうな顔した。あの話はやめてくれよ。僕だって忘れようと努力してるんだから。それにしても荒井くんも立ちが悪いよな。あんな話をしてみんなを怖がらせるんだから。やっぱり荒井さんの話を聞いてるんですね。僕が突っ込むとホストさん驚いたように後ずさりした。どんな話なんで何を言い出すんだよ、ヒコ君だら。ホストさんは昔から荒井さんのことを知ってたんですか？いや、昨日初めて会ったんだよ。同学生なのに僕は荒井くんのことを見たことないもんな。でもこの学校は人が多いから仕方ないかな。ホストさんは不思議そうに首をかしげた。ありがとうございました。マンモスやもんな、ここ。僕はそれだけ言うと、ホストさんの教室を後にした。いや、味方つけとけ、一緒におってやん。誰のところに行ってみようか。誰でもいいけどな。ホストさん、また行けるええやろ、ホストさん。もうあの人のところに行かないぞ。親友なんて冗談じゃない。しかし、なんであんなに親友にこだわるんだろう。僕はただ目的もなく歩き出した。よくよーん。来たんだよ。うん。あ、ホストさん。言い終わらないうちにホストさんはまた僕の肩を抱きしめた。そんなに気になるんだったら教えてあげるよ。え？話してもいいって荒井くんが言ったんだ。この代わりちょっと一緒に来てくれないかな。誰がいけねえぞ。ああ、大沢さんで僕がトイレに向かった。やっぱこれトイレの事件だよ。え？そして僕を個室の押し入れると大沢さんも入り鍵をしたみたい。え？怖すぎ。音楽やばない。やばい、音楽か。げ、気持ち悪い。個室じゃなくてもトイレには誰もいないからいいじゃないですか。僕はこの状況から逃げ出したかった。え？すぐだから、彼は僕にすり寄ってきた。あの、あと、荒井くんに聞いたんだ。次の犠牲者って僕のことだったんだよ。え？彼は笑顔を絶やさずそう話す。自分が気になって知ってなぜ笑っていられるんだ。不気味だった。でも助かる方法も一つだけあるんだ。で、荒井くんを教えてくれたんだ。引き込むってことか。そうだろ。君は親友だからやめようと思っていたんだよ。ホストさんはちょっと怒った顔をしていった。でもさ、ヒコ君、その気ないみたいだから、彼はそう言うと目線を床の方へ落とした。僕は細田さんの視線を追った。ん？細田さんの足の後ろの方で何か動いた。僕は見つめているとひょこっと人形が顔を出した。え？そしてそいつの目と僕の目があった。人形細田さんの後ろから出てくると僕の体を撫で回し出した。丁寧に丁寧に撫でている。その人形嬉しそうに笑い細田さんの方を見るとうなずいた。細田さん、彼は君を気に入ったらしいよ。これでは成功したんだ。え？被告がこの学校の呪いを解く最後の生贄だとあの人形は言ってる。もう生贄は君が最後だということだ。被告は英雄だよ。僕は英雄なんてからじゃないから。僕はこの学校の呪いを解けなくてもいいから長生きしたいんだよ。こんなことで人生を棒に振るのはまっぴらごめんだ。君をトレードしたい。したかったら自分が一番精神を集中できるところにトレードの相手を連れて行くんだ。だから僕トイレやったんか。そうやろ。運が良ければ成功するよ。え？だってチャンスは一回きりだから。ホストさんの声がだんだん遠のいていく。舐めてやろ、こいつ。うん。そして人形は僕の足にだんだん、強く絡みついてきた。そう、まるで子犬のように。え？え？え？夜の時あり。終わったやん。え？え、どういうこと？じゃあ、バッドエンドじゃない、これ。死んだってことですか？もう殺す、死ぬっていうことだよね、あれは。どんな終わり方したんだ、どんな終わりだよ、めっちゃ怖いやんよ、最後しかも。細田エンド？まさか。いや、でも細田2回選んだからあんただけだって。あの後違うのはどうなってたの、うん、細田にやられるの悔しいな。うん。細田エンドほんま納得できんわ。なんだこれ謎やな。なんであいつの最後得したんだよ、ほんま。ん？怖っ。うわ。まさか。なーんかわからんな。まあこれ。エンディング何個もあるらしいからな、これ。ポール・トゥイン。うお。え？パンドラボックス。これパンプレスだったよな。いや、パンプレスだよ。そこは突っ込んでくれな。うん。終わった。終わった。何やったの？わからねえ。謎やな。終わったんや、これで。うん。え？え？ん？で、普通にそれ言ってよ、次。どうなる？え？え？え？どうなるん？なぜやろ、これ。好きやね。最初からみたいな。え？ぽいけな。ああ。最初からなんや。ああ。あ、2周目みたいな。なるほど。やばいな、これ。
ああ。風間やばいやろ。終わった。俺もすごい、その、シナリオがあるらしいから、全部見られへんもんだ。無理やろな、それは。やばいらしいからな。まあ、これね、何部したっけ、これ、ね、めっちゃ安かったよな、これ。安いな。かなり安い。まあ、気になる方は、まあ、1000円ぐらいやと思うんだけど。1000円ぐらいで買えるんでね。もし気になる方はいればですけどね。自分で。はい、自分の目確かめてください。はい。まあ、それかネットで調べれないし、ちょっとね、いろんなエンディングを見て、見つけてみてください。うん。はい。というわけで、今回はこの学校の階段ね。まあ、パート7ぐらいで終わりですかね、これで。うん、なったんですけど、もう結構楽しめましたね、なんやかんや。と、展開が分からなくてね。そうですね。うん。まあ、こんな感じで、ホラーもまた実況していけれたらと思うんでね。はい。今後も見てほしいなと思います、うん。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。